今回の主役は、廃止された名鉄の路線です。場所は、当チャンネルでは不人気の聖地、愛知県ですが、その中の豊田市と岡崎市というところになります。というわけで、例の自動車メーカーのテリトリーになります。完全に車社会が定着したエリアですが、最近になり、ウプ主のおっさん、このように言いました。なんか廃線跡があるみたいだな。ウプ主のおっさん、この辺りのエリアに引っ越してきて4年が経過しますが、こちらの廃線跡の存在には気がつきませんでした。さて、ここには昔、名鉄コロモ線という路線がありました。具体的に言うと、岡崎市の岡崎井田から、豊田市の三河線との交点である上衣駅まで走っていました。途中駅である大十字駅を境に、岡崎市内側は路面電車、豊田市側は普通の電車となっていたみたいです。ですが、今から約50年前、廃線になりました。その理由ですが、名鉄はこのように言いました。第三セクター、愛管のせいだよ。第三セクター、愛知環状鉄道のせいで廃止になったみたいなことを言いました。そんな衣線について、大雑把に見ていきましょう。それは、今から約100年前のことでした。当時、岡崎電気鉄道という鉄道会社がありました。この会社はこのように言いました。岡崎市内に路面電車を作るぞ。岡崎市内に路面電車を作りました。さらに、その延長線上の存在みたいな感じで、衣線を作りました。同じ頃、周辺には三河線を運営する三河鉄道という鉄道会社がありました。この会社はこのように言いました。岡崎の電車欲しいな。なぜそう思ったのかはわからないですが、岡崎電気鉄道を会社丸ごと欲しいと三河鉄道は考えていました。岡崎市は YouTube の街でありますが、まあそんな陽気のチャンネルに憧れたのかもしれません。ウプ主のおっさんでは絶対に不可能ですね。とにかくついにお金を出して岡崎電気鉄道を丸ごと買い取ることにしました。さて、時代は戦後に移ります。この頃になると三河鉄道は周辺の鉄道会社と合併し名鉄に合流していました。その後、日本は高度経済成長期というイケイケの時代に入りました。そんな中、例の自動車メーカーのような会社は急速に成長しました。当時、人々はマイカーという乗り物を手に入れるようになりました。その結果、街中では渋滞という現象が起こるようになりました。そして、人々はこのように言いました。おい、路面電車邪魔だよ。道路上を走る路面電車は車を運転する人たちにとって邪魔な存在になりました。これは岡崎市内のみならず全国各地で見られるコメントになりました。そして名鉄はこのように言いました。じゃあ路面電車やめます。こうして路面電車だった岡崎市内線を廃止しバスに切り替えました。衣線についても路面電車だった区間は廃止しました。そんな経緯から衣線は大十字駅から上衣駅までの区間だけが残る感じになりましたが、半ば孤立した路線となってしまいました。その結果、衣線を使っていた人たちはこのように言いました。途中で終わりになったからもう乗らねー。このような人たちが増え、衣線は赤字路線となってしまいました。そんな感じでオワコン化したのです。同じ頃、近くに新しい路線を作る話が登場しました。国鉄はこのように言いました。新しい路線を作るぞ。ここで岡田線の計画が登場しました。もともと岡崎から岐阜県多治見市までの区間では国鉄が運営するバスが走っていました。そして岡崎駅から多治見駅へ至る路線を作ろうとしていました。その後、国鉄はこのように言いました。名古屋をバイパスする路線を作るぞ。名古屋市内をバイパスする路線を作ろうとしました。ここで岡田線の予定ルートを活用しながら瀬戸線を追加で作って高蔵寺駅まで延伸させ、さらには今の城北線を作るプランを打ち出しました。そんな壮大なプランが登場したわけですが、国鉄はこのように言いました。
まずは新豊玉で作るぞ。こうして岡田線の先行区間として岡崎新豊田間が作られることが決まりました。そんな中、この話を聞いて驚いた鉄道会社があります。それが衣線を運営していた名鉄です。名鉄はこのように言いました。もう廃線でいいや。国鉄の新しい路線ができることを知った名鉄は衣線を廃止させることを決めました。そして国鉄にこのように言いました。よかったら土地あげるわ。衣線が通っていた一部の土地も国鉄の新しい路線を作る用地として売り払うことにしました。こうして岡田線に追われる形で衣線は廃線となったわけです。その後、国鉄岡田線は岡崎新豊田間で部分開業しました。ただ、この時代に入ると、国鉄はオワコン化していました。そんな事情から、国鉄はこのように言いました。お金ないので、残りの部分は作れません。多治見方面はともかく、構造寺方面も作れない状態にありました。ここで、国鉄の民営化の話と、輸送密度4000人未満の路線を切り捨てる話が出てきました。部分開業の岡田線は2時間に1本といったダイヤでした。ゆえに乗る人がかなり少なく、輸送密度は2700人くらいと4000人を大きく下回っていました。現在となっては輸送密度4000人に全然及ばない路線も JR 線として生き残っているところもありますが、岡田線はアウトだったそうです。そうした事情から岡田線について愛知県などはこのように言いました。もう三席でいいですわ。この頃、国鉄は JR に切り替わっていて、岡田線もとりあえずはオレンジの JR の路線となっていました。ただ国のポリシーによって構造地延伸と同時にオレンジの JR から切り離され、愛知環状鉄道となりました。さて、第三セクターになってしばらくすると、名古屋の近くというエリアだった性質から、愛知環状鉄道線の沿線ではお家がたくさん建ちました。さらに例の自動車メーカーが電車通勤をお勧めするようになりました。その結果、愛知環状鉄道はイケイケになり、第三セクターとしては数少ない黒字の鉄道路線となり、今へと至る感じです。名鉄に関しても、近くを走る三河線では知立駅から豊田市駅までの区間ではイケイケになりました。最近、豊田市などはこのように言いました。単線じゃなんか物足りないな。今後はリニアもできるし、複線化した方がよくね。三河線は徐々に乗る人の数が増えました。そろそろ単線の状態では物足りない感じにもなってきました。さらに今後はリニア中央新幹線ができるため、名古屋駅と自動車の町まで行き来する人が増えると予想されています。そうした事情もあり、三河線を複線化するべきとの意見もあるみたいです。実際のところ、最近行われている一部エリアの高架化プロジェクトでは、複線を前提にスペースを用意しています。こうした点から三河線もイケイケになったわけです。そんな中、こんな意見も出てきました。衣線も残しておけばよかったのに。衣線も廃止せずに残しておけば、輝かしい未来が待っていたのではないかとの意見もあるみたいです。とはいえ、現実的にはそうではない模様です。確かに愛知環状鉄道や三河線のコアな部分はイケイケになりました。ただ三河線の末端区間はオワコン化したため廃止され、西尾線や蒲郡線も廃止したい路線というポジションになっているほどです。ゆえに片方はイケイケになり、もう片方はオワコン化するという、まるで格差社会を象徴しているのが三河エリアだったりします。例の自動車メーカー本体で働く人と、小さな会社で働くウプ主のおっさんの違いみたいな感じですね。まあ、そんな三河エリアを走っていた名鉄衣線ですが、皆さんは何か感想ありますか？大変お待たせしました。ウプ主のおっさんのどうでもいいコメントのお時間になりました。高度経済成長期の頃から赤字だった衣線について思ったことがあります。ウプ主のおっさん、このように言いました。なるほど、1970年代この頃も赤字だったんですね。では
今日の授業はここまでですが、ウプ主のおっさんの適当な解説はいかがだったでしょうか。まあ、何かありましたら、ぜひコメントくださいね。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。